皆さんこんばんは。見えてますか？こんばんは。こんばんは。見えてるのかな？見えてるのかな？あ、始まってる。あ、来た。待ってましたって来てる。あ、やった。嬉しい。こんばんは。こんばんは。やった。ということで、私たち日向坂46です。ありがとうございます。何人の方が見てるんだろう今。1万2000人お、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあでは自己紹介。はい、自己紹介を。高瀬真奈です。ちょっと今日声が変な感じなんですけど、鼻声ですね。お願いします。めっちゃ鼻声今日。風ですか？ちょっと風邪気味なのよ。あ、そうなんですね。でも温かく見守ってくださると嬉しいです。見守ってください。はい。こんにちは、高本彩香です。よろしくお願いします。イエーイ。あやつり、あやつり、こんばんは、東村美優です。イエーイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松田好花です。よろしくお願いします。イエーイ。こんばんは。イエーイ。はい、金村美久です。よろしくお願いします。お寿司、お寿司。最後、はい、上村ひなのです。よろしくお願いします。あ、お願いします。ひなの、ひなのとかショールーム何回目ぐらい？オーディション含めないと2回目なんで、うん、あ、そうなんや、はい、じゃあ結構緊張って感じかな。皆さんまだレアです ね、 じゃあ レ、 アだね。レアひなもや、ショールームは1期、2期、3期みんないるのもレアだね。そうですね、確かに、ね、バランスよくですね。唯一の3期生だから、うん、私たちが手に入れました。イエーイ。やった。ひなのなの、今のコメント、レアひなのって言われてる。いっぱいひなのなのって書いてある。ありがとうございます。ありがさてはて、昨日の配信に続く今夜のショールームですが、はい、お伝えしていた通り、この配信中は番組をご覧の皆さんから写真集に掲載されるかもしれない応援メッセージを募集します。そうなんです。やった、やった。嬉しいね、これ。わーい。写真集に掲載されるって結構夢じゃない、ね、確かに、ね、一生の思い出になりますよね。ですね、昨日の配信を見てメッセージは考えていただけましたでしょうか、はいはい、でもね、配信を昨日は見れなかったっていう方も大丈夫です。そう、この後改めてね、企画を振り返るので、はい、安心してください。はい、考えてね、みんな。この企画にはですね、たくさんのお日様の皆さん、日向坂46のファンの皆さんに協力していただきたいと思います。お願いします。お願いします。ちなみに応援メッセージはもう受付を開始しています。そうなんです。もうね、さっきからちらほら飛行機が飛んでて、飛んでる、なんかプレゼントみたいな感じの、すごいよね、メッセージが、すごい、来たらあれが飛ぶ、ね、多分なんか予約したらそのほら飛行機が飛んで、あ、来た、シュー、めっちゃ可愛い、気球みたいな感じで降りてくるんですけど、そしてですね、うん、今のうちに情報の拡散をお願いします。たくさん、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 お願いします。ありがとうございます。すごいね、ね、皆さんすごい、パラシュート、正直飛行機邪魔ですって邪魔じゃないですよ。飾り、かわいいね、色取りの色。そうです、そうです、邪魔じゃないです。ハッピーエアロプレインくんかもしれない。ハッピーエアロプレイン、あ、飛んでる。あの数買ってくださってるって、そうだと思う。え、すごい、え、すごいね、一人で、一人でではないかもしれないですけど、多分同じ一人で10冊ぐらい買ってる。すごいね、さっき8個ぐらい来てました。すごい、またね、かわいい、写真集買うときありがとうございます。でもさ、保存用とかさ、鑑賞用とかさ、いろいろあんじゃん。だから一人でさ、8冊ぐらい買ったのかもしれない。え、待って、写真集買ったら飛ぶってこと？そうですね、そうそうそう、そういうことか。ご予約よろしくお願いします。はい、ではそれでは改めて昨日の配信と合わせて発表されているお知らせを振り返りたいと思います。まず一つ目は、日向坂46のグループ写真集の発売が決定しました。はい、やった、改めてありがとうございます。キラキラー、これもオフショットが飾ってあるんですけど、ね、そうなんです、もう先行カットがね、ね、ワクワクしますね、うん、かわいい、
楽しかったね。本当に撮影は沖縄でしましたけど、どうでしたか皆さん。え、旅行だったよね。はい、本当に修学旅行みたいな感じでした、うん、すごい楽しかった。撮影だけどなんかいい意味で撮影じゃないみたいな感じで、もうシンプルに単純に、ね、気づいたら撮ってもらってるみたいな感じで、そうそうそう、楽しんでた。沖縄はどうだった？あんま撮影とかもそんなね、はい、うん、そうですね。しかも修学旅行まだ経験してなかったので。そうだ、そうだ、そっか。え、今中 3？ 今中3。そうなんです。だからもう生まれて初めての修学旅行みたいな、そうだ、私たちが嬉しい、先に、ね、修学旅行を生まれて嬉しいいいね、うん、すごい。ということはじゃあひなの初の修学旅行写真集ということですね、はい、すごい。そうなんです。やった。でその写真集はですね、8月の28日発売で、はい、私たち日向坂46の今が詰まった一冊ですので、うん、はい、皆さんぜひ期待してください。はい、よろしくね、よろしくお願いします。お願いします。でですね、どんな写真集になりそうですかね。うーん、まあでも夏、うん、夏っぽい感じかな、うん、やっぱ沖縄は暑かったので、うん、結構露出の多いね、確かにね、普段ねあんまりしないような服装とかね、うん、しないような服装で、こういう確かにあのスイカ割りとかしたりしましたね。ノースリーブとかも結構多かったイメージがあるかもしれない。あ、そっちの若いスリーはスイカ割りなんか。あ、そうです、スイカ割り。ちょうどこの3人がスイカ割りチームです。いいね、懐かしいな。懐かしい、めっちゃ楽しそうやん。なんか景色がさ、うん、やっぱ沖縄だから、うん、だいぶ綺麗だからそれも楽しみじゃない、写真になるの。確かにね、海も綺麗だったし、ちょうどこれですね。ねえ、それめっちゃ好きなの。これもちょっと思い出ですね。これこそ本当にスッって感じじゃないですか、うん、なんか個性が出てる。出てる。なんて言って撮ってたんだっけ。なんかさ、もうイエーイ、すごい喋ってたよね。喋ってましたっけ。なんかさ、すごいさ、みんなでさ、うん、言いながら撮ってたよね。何か言ったっけ、2、3って、なんかバラバラになっちゃうと表情が揃わないからタイミング合わせようみたいなやってましたね。ね、やってたね。うん、ね、懐かしい。懐かしいですね。この覚えてますか。あ、懐かしい。懐かしい。それ撮ってある。撮ってある。撮ってる。皆さんは知らないと思うんですけど、うん、これはですね、うん、スタッフさんが作ってくださった写真集の旅のしおりでしてですね、うん、そうなんですよ。ここに、うん、スケジュールだったりとか、なんか持ち物、注意事項とかたくさん書いてくださって、ちょっとこれを見て思い出そうかな。本物の修学旅行みたいな、ね、本当ですよね。しおりとか、何年ぶりだろうってくらいに、すごい。スタッフさんのさ、細かいこととかも全部書いてくれて、本当に。カメラマンさんだったり、メイクさんの名前とか、あとなんかビコーラみたいな感じで、性格だったり書いてあって、そう。すごいですよ。愛が溢れてるよ。すごく嬉しいです。すごいな。しっかり覚えてますね。あだ名みたいなことも書いてある。懐かしいな、ね、うん。1日目は沖縄に着いて、まだ撮影はせずに、うん、ビュッフェとか食べてフィッティングしましたね。そうだ、ね、そうだ、懐かしい。ホテルの部屋でフィッティングして、懐かしい。ご飯食べて、なんかさ、ね、写真集やからさ、頑張ってさ、なんかみんなさ、痩せようとか綺麗になろうって頑張ってたけど、初日からご飯が美味しすぎて、あ、めっちゃありますね。頑張ってきたけど、もうめっちゃ食べちゃった、ね、食べちゃった、ね、沖縄に着いたらもう全部忘れたよ ね、うん、ね、本当にそれまでは何だったんだってぐらいにみんな弾けてましたね。分かる、分かる。明日から撮影なのにみたいな、ね、確かに確かに、懐かしいね。しかもめっちゃ歌迎みたいな感じで、あ、そう、あったね、ようこそみたいな、ね、ようこそ日向坂46の皆さんみたいな貼ってあって、それでもうみんなファーってなってね、テンションが、ファーがない、ファーがない、楽しかった。本当に2日目は何をしたのか。あ、2日目2日目なんだったっけ。2日目キャンプファイヤーとか。あー、キャンプファイヤー、懐かしい、懐かしいね。朝何してた。朝は、うん、あの、思い出した、水とかいろいろ、まああんまり細かいことは言ってないので、ね、あれなんですけど、思い出した、うん、私たちの時間でもなんか水とか、水風船やった、ありました、なんか水風船やったんだけど、
水風船やる機械みたいな、あった、水風船を50個ぐらい生産する機械みたいなのがあって、すごい楽しかったよね。楽しかった、水風船めっちゃ楽しかった確かに。まあでも夏っていうか暑かったから水系結構ね、そうですね、うん、楽しかったもうでも5日間もあったから、これ一個一個振り返ってたらキリがないので、とりあえず次に進みたいと思います、はい、お楽しみにということで、そうですね、はい、楽しみ。ですね、うん、自分以外で出来上がりの写真が気になるメンバーはなんかいますか？誰だろう、なんかグループの中のおしめみたいな感じ誰ですかね。私は、あの宮田真奈も、あすごいわかる確かに、でも本当にアーティスト写真とかもいつもマナモがすごい綺麗で、綺麗、なんだろう、いつも写真写りというか撮られ方がすごい上手いなって思う、ちゃんとさ自分の見せ方を分かってる、分かってますよね、さすがプロだなって感じで。年少組は結構ずっとこっちで年少組でいたので、そっちの、あの、あんまり関わってなくて、全然関わらなかった。確かに何の撮影してたんだろうっていうぐらいだったので、楽しみです。確かにね、だってこの写真見て初めて、あ、こんな写真撮ってたんだ、ありますよ、すごい楽しそうでもマナティさん、これパンケーキ食べてます。パンケーキめっちゃ美味しかった、もう行った日からこの撮影めっちゃ楽しみで、なんか早朝でしたよね、これ早朝やって結構朝の7時とかめっちゃ早かった、めっちゃ早くて、メイクの時間、多分開店した瞬間ぐらいに行って、で1回またホテル帰ってみんなでまたそのビュッフェみたいな、会いましたね、食べて2回目の朝食みたいな、2回目の朝食した、懐かしい、うん、メンメンは誰ですか？は楽しみか、うん、言ってみ、だろう、え、楽しみなメンバー、うん、むずいな、みんな楽しみ、全部楽しみ、まあでもそ、まあ、そりゃそうだねそりゃそうだよ、メン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 って言ってる人いますよメンメンです、嬉しいな、いっぱい、誰が楽しみかな、誰が楽しみ、誰だろう、でも私はそうだな、こんちゃんは誰だろう、誰が楽しみ、誰だろう、あ、でもお姉さんメンバーが結構気になるかもしれない、そうだね、だよね、大人っぽい感じのね、うん、ショットが見れる気がするので、うん、ワクワクしています。お姉さんメンバーはね、楽しみだね、本当に、うん、楽しみだね、ドキドキしてる、すごいということで、もう全員、はい、まあ楽しみなのでそうだ、まとめ、そうですね、はい、はい、そして2つ目がですね、この日向坂46のグループ写真集で私たちを支えてくださるお日様の皆さんと一緒にお日様を作り上げるために、私たち日向坂46への応援メッセージを募集します。やったー、募集します、はい、ということで、はい、企画概要をご説明したいと思います。じゃん、ですね、ショールームの EC 機能ショップルームを通じて、うん、購入いただくと、うん、私たち日向坂46の応援メッセージを送ることができます、はい、いただいたメッセージの中から抽選で300名の方に応援メッセージを写真集に掲載させていただきます、はい、さらにその300名のメッセージをお日様の形に配置して、文字通りにお日様を作っちゃおうというものになっております。お日様ってことはこう太陽みたいな、太陽みたいな感じで、すごい、あれかな、誰が描いたか分かんないようになるやつみたいな感じかな、カラクサね、カラクサあれでもあれは別に丸じゃん、あれあれシンプルな、あれこういう色紙の書き方で、あとあの太陽の周りのこの線に一人ずつめっちゃ楽しみ、ね、300名様ですからね、結構かけますよ、そうですね、確かに嬉しいな、こういうのって結構ね10人とかそういうぐらいかなって思ったら300人もね、そうそうそう、誰にでもチャンスはありますので ね、ぜひ書いてみてください、ぜひぜひ、よろしくお願いします、お願いします、
はい、この企画、はい、今回の写真集の制作スタッフさんがメンバーのみんなでお日様の皆さんと一緒に何かしらできたらいいなと話していたのを聞いて考えてくださった企画のありがね、ありがたいです、嬉しいです、嬉しい、私たちの要望まで取り入れてくれて本当にありがたいです、ありがたいです、嬉しいな全員で作ってる感じがね、そうです、日向だったら宝らしさというか、それがねまたいいですね、いいですね、そうね、どうですかこの企画、皆さんもう、あ、ちょうどもう買ってくださった、おーすごい、めっちゃ来てる今、すごい、ありがとう、もっと見たいよ、あ、もう送ったっていう人もいますね、本当に、最高、嬉しい、ありがてーって来てますね、愛に溢れてるって書いてあるよ、私たちもありがてーでございます、ありがとう、嬉しい、コメントが嬉しい嬉しいですね、なんかファンの人の皆さんの文章を載ることで全員の写真集みたいな感じになって、確かにいいですね、いいね、イエイイエイ、では改めて参加していただく際の注意事項をお伝えします、はい、大事ですよ、待って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 、どこ、やばいやばいやばい、焦らないで大丈夫合ってます、合ってる合ってる、注意事項1個目、注意事項、はい、ショールームは配信中の画面上にあるカートのショップルームですね、多分ショップルームだよ、ショップルーム、間違えてんのかなと思ったの、こっちが、あ、いや、ショップルームで、私が間違えた、大丈夫で大丈夫、そう、大丈夫、ごめんなさい、ショップルームは配信中の画面上にあるカートのボタンをクリックすると購入ページに移動できます、はい、今回の応援メッセージ企画が反映されるのはロッピー HMV 限定カバー版のみとなりますのでご了承ください、はいはい、応援メッセージについては購入者情報を記入する際に表示される備考欄に入力お願いします、はい、入力可能なメッセージの文字数は最大30文字で、文章の他にびっくりマークや星など一般的な記号が使用可能です、はい、おー、はい、なんで笑ったの最後の方がめっちゃ面白い、使用が可能ですやだ、恥ずかしいね、ありがとう、はい、では続いて、はい、続いて注意事項もう一つお願いします、逆や購入手続き完了後の応援メッセージの回出修正はできません、はい、備考欄に応援メッセージを書き忘れたまま購入完了してしまった場合も後から加算回出できません、大丈夫ですよ、待ってちょっと待って、書き出せないということですね、後から加出できませんので、はいはい、企画に参加希望の方は必ず備考欄に応援メッセージを記載していただくようお願いします、お願いします、お願いします、応援メッセージが当選した場合は購入時に入力いただいたニックネームも一緒に掲載されます、ニックネームは30文字に含まれませんのでご安心ください、そんなにそれはいいね、それはじゃあ名前めっちゃ長い、ニックネーム100文字みたいな、そこに自分の応援メッセージめちゃ、ニックネームも最大30文字、あ、そうなんですか、じゃあ合計60文字応援メッセージかけ、すごい私の悪人が働いてしまう、私だったらそうしちゃうなっちゃうよね、みんな大好きマナフィーとかね、褒めれるもんね、ニックネームと30文字すいません、どうぞ一人でも多くの方のメッセージを掲載したいので1アカウントにつき1つのメッセージのみ、1アカウント、あ、何、1アカウントにつき1つのメッセージのみ掲載となります、うん、もちろんそんな人はお日様にいないと思いますが、こう、え、待って、何、難しいな、公女両足ですかねこれ難しいね、普段使わないですもんね、どういう意味なのこれは、うん、こう、まあ、なんか良くないメッセージってこと、良くないようだ、うん、とか、アカウント名は抽選対象から除外されます、はい、はい、まあ、皆さんお利口さんなので大丈夫だと思いますが、そうね、お利口さんって常識を守ってね、普通に、はい、普通に書いていただければ大丈夫でございます、ね、これはあれですかね、自分で応募して紙面を開いて初めて自分のが採用されてるか、
分かるっていうか、そうなんだ、ドキドキじゃないですかね。めっちゃドキドキやん。なんか事前に通知されるよりその方が確かにありますよね。持ってるみたいな。なんか自分が応募してたらメンバーの写真より先そっちのページ見ちゃいそう。確かに確かに確かに。私たちもそのコメントをね読むのがすごい楽しみですね。楽しみだね。いや嬉しいです本当に。ドキドキ。ということでざざっと説明してきましたが、はい、皆さん分かりましたか？大丈夫かな？分かったよ。分かったよって言ってるよ。あ本当に。よかったよかった。よくできました。よくないメッセージはよくない。ありがとうございます。そうだね。分かった。はい。あ分かった。よかったです。よかったわ。余裕はい、では曲のね補足をしておきたいと思います。あここに書いてある誰のメッセージが掲載されるか発売までのお楽しみということで、そうですね、はい、でですねメンバーやグループに対しての応援メッセージなので写真集楽しみだななどの感想ももちろん嬉しいんですけど、ぜひ私たちへのね熱い思いを褒めて書いてほしいです。わあ、私たちに嬉しいです、書かれちゃったら。自分の推し目に対する気持ちでもいいですし、日向坂46に対する気持ちでもいいですし、熱い思いをぜひ綴ってください。ちなみに私たちから皆さんへのメッセージも紛れ込ませるので、もしかしたら自分のメッセージの隣に私たちのメッセージが並んでるなんてこともあるかもしれません。夢みたいだね。それは本当にちょっと撮った気分になります。めっちゃ嬉しい、ね、確かに、うん、そして冒頭で言っていた通り、ただいま絶賛メッセージを募集中です。はい、ショップルームからお願いします。ショップルーム、どこにあるの？ショップルーム、カゴのマークをピッてして、どこだ、どっかにあります。ここら辺にあります。最高欄にみたいなところに書いてください。書いてください。カチカチ。なおこの応援メッセージ企画はショールーム配信中のみ参加可能な企画となってます。ですので、うん、今参加いただくか、うん、次回の配信中に参加いただくことができます、うん、はい、でですね皆さんもう気になってると思うんですけど、はいはいはい、次回の配信はですね、はい、7月8日となっています。8日です。でですねその配信終了をもって、うん、この企画も締め切りとなってしまうので忘れないでくださいね。だからもう次回見れないなっていう方は今日のうちにお願いしますね。お願いします。忘れないようにカレンダーに書いていてください。今ですよ。めいめいさんが今です、今です。今カレンダー 今だよね、はい、今ね忘れると後悔しちゃうと思うのでそうだよ、お願いします。ね、お願いします。そう次回で締め切りなんですよ ね。そうなんです。早いね。次回、今もうじゃあ2回しかないんだね。チャンスがね、実現した方がいいよ絶対に。今日は3日だね。ということは5日後か、うん、今か5日後かですね。そうだからね、チャンスは2回です。そうですよ。これ本当にショールームの配信中にしか応募できないので、うん、そう見てる皆さんだけの特権になるので、はい、お願いします。ぜひ、お願いします。連番上、さてここまでは私たちからのお知らせをお伝えしてきましたが、ここからは今回の企画の参考にしていただくために私たちも30文字でメッセージを考えてみたいと思います。やった、やった、ね、グループ分けをしましょうか。これからグーチョキパーで2人組を作って相方になった人へのメッセージを即興で考えてみましょう。はい、スケッチブックから、また、はい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 、はい、ありがとうございます。はい、はい、どうぞ、ね、ありがとうございます。はい、ではグッチョッパで分かれますか。はい、グッチョッパ、グッチョッパ、グッチョッパじゃないですか。グーかチョキかパーを出せばいい。グッチョッパーで分かれましょう。でいきます、いきますね、はい、グッチョッパーで分かれましょう。おお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 すぐに分かれた。すぐ、こうすごくな、ね、やった早い。よし、ということでじゃあ自分の今ペアになった相手の、はい、あ嘘、30文字だよね、はい、そうですね。これはあれ30文字か。30文字です。でこのお試し企画、あそうです、オッケー、そうです。そうなりますね。オッケー。ペアになった相手の相手へのメッセージですね。わかりました、はい、相方へのメッセージ、はい、どうしよう、どうしよう、30文字で足りるかな。30文字ってどんくらいだっけ。1、2、3、4、5、
こうかな。これは何書こうかな。30文字か。ちょっと足りない。これ失敗ね。失敗カキカキ中です。カキカキ書いております。え、もっと書きたいねんけど。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90
30文字やんな。1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21。え、待って、こっちゃう、こっちゃう、どうしよう、どうしよう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21。皆さんもコメント欄でぜひ30文字チャレンジしてください。アテナも入りますか。アテナは入らないんじゃない。アテナ、え、アテナって書けるの。アテナ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21。じゃあ、カッコにします。あ、30超えたかもしれない。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,20。できました。待って、え、待って。にしろやと、にしろやと、にしろやと。すごい。え、30ぴったりで書けた。待って、ね、すごいです。それ30ぴったりで書けちゃった。びっくりマークとか使えるんですよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27。あと3文字。え、まだまだ、え、どうこれは、あれですよね、ニックネームっていうか自分の送り主の名前っていうか、それも30文字までのやつか。そのニックネームを、あ、ニックネームも30文字以内だったらいい。え、ニックネームも書く。あ、でもどっちでも大丈夫な気がします。いや、皆さんどうですか。あら、カキカキ、書き終えた。書けたぜ。おたケーキって書いてありますよ。おたケーキ。おたけやってんなって来てますよ。ベリーキュート。お、お寿司ありがとう。いけました。黙々なの。黙々なの。あら、超えてるね。ラノちゃんはちょっと超えちゃったみたいです。超えちゃいました。30字以内なんだ。よし、難しいね。じゃあひなのはちょっとまだ時間がかかりそうなので、まだ書いてるの。ちょっと置いていきたいと思います。愛情が増えちゃったね。そうだよね。置いていきたい。思いつかないっていう可能性もあるよね。いや、思いつかないじゃなくて、多分文字が溢れてる。溢れちゃったんだよね。今超えちゃってたね。すぐ書けちゃったから難しいよね。30文字ってね、足りないね、愛を伝えるには。愛を伝えるには書きたい。足りない。じゃあ書けたペアから順に紹介していくので、その間にひなのは帰ってってください。帰ってってね。じゃあどうしようかな。マナフィーさんと、はい、私のペアからじゃあ行きましょうか。これはどうやってやればいいのか。じゃあ、え、どうしよう。一人ずつ開きますか。マナフィーから。はい、マナフィーさんどうぞ。じゃーん。お、いつも全力なところとか顔も実はタイプです。嬉しい。お寿司。え、嬉しいです。ちなみに名前は今度お出かけ一緒にしたいマナフィ。おー、嬉しい。いいですね。顔もタイプって嬉しいね。すごい今ハッピーな気持ちになりますね。嬉しいね。これこっちね、メッセージ送った方も嬉しくなる。え、本当ですか。すごい嬉しい。え、行きましょうっていうか、うん、行きたいです。え、楽しみ。いいな、いいな。行こう。なんかね、いろいろ知ってそうだもん。なんか若い子が好きなところとかね。そうですか、うん、なんかおしゃれなカフェ知ってそうな気持ちになりますね、これ。すごいいい企画。いいね。あったかい気持ちになる。こんなんやらんからね、普段。私の方があれかも。ではミクどうぞ。はい、私じゃあ行きます。マナフィーさんの的確なツッコミが大好きです。マナフィーバー。おー。
これはもうなんか詰め込みましたね。詰め込んで。わかる。でもすごい。詰め込み好きなのわかる。マナフィーさんの、ほんまに？その結構なんて言うんですかね、鋭い。ズワズワ、うん、私すごい、あの、うん、合ってるなって共感ばっかりで、分かる。そんなことないよ。思います。すごい嬉しい。考え方がすごい好きです。嬉しいこと。これはもう嬉しすぎてマナフィーバーだ。いただきました。ありがとうございます。出ました。ひなのちゃんまだ書いてますね。ね、まだ書いてるの。では私とめいめいさんから行きましょうか。はい、はい、どうする。めんめんから、はい、お願いします。はい、松田コノちゃん。踊ってる時の笑顔が最高に可愛い。あ、ショート仲間、嬉しい。めっちゃ可愛い。可愛い。ちょっとこれめくってもらって帰っていいですか、ね、嬉しい。持って帰ってくれんの。可愛い。この二人可愛いわ。これ照れますね。可愛いわ。はい、コノちゃんからいきます。はい、はい、めいめいさんの笑顔とダンスとファッションが大好きです。チャル。あ、これでね、ぴったり30文字なんです。チャルまでが。で、このカッコがあのニックネームみたいな感じで、ヤンチャルめいちゃん好き好きこのかよりです。かわいい。そうだね。チャル。すごい。でも結構同じようなこと思ってた、ね、思いました。なんか、ね、笑顔とダンスのところが同じ感じ、うん、嬉しい。ありがとう。嬉しい。ひなのはできたかな。できました。おちょうどいいタイミングで。じゃあ、あやねさんから、はい、いくよ。はい、じゃじゃん。じゃじゃん。どんなに気持ち悪い絡み方でもいつも楽しそうにしてくれて大好きです。人魚がついてる。人魚ついてんじゃん。あやちりプリンセスからです。おー、あやちりプリンセスから。どうですか、ひなの。とっても嬉しい。嬉しいよね。そんな気持ち悪い。すごい気持ち悪い絡み方しちゃう。嘘。え、どんなんですか。なんかずっとこうやってやって、うん、2分ぐらいやってるよね。はい。はい。2分。2分。嬉しい。いや、よくやってるの。でもね、ずっと楽しそうにしてくれるから。うん、でも本当に分かる。何でも楽しそうにしてくれるね。嬉しい。何を言っても喜んでくれる。はい、うん、いい子だよ。じゃあそんなやばい人やんって。やばい人やん。じゃあひなのもオープン。じゃん。じゃじゃん。いっぱい書きたいことがあったんですけど、うん、シンプルにまとめさせていただきました。シンプルに。はい。あやかさん、めっちゃシンプル。優しくお話ししてくださって大好きです。名前より。あ、ありがとう。ひなのカッコハートって何？カッコハート。何？かわいい。ひなの。いいね。あのハートがニックネーム。あ、そうなの。ひなのよりまで入ってるの。ひなのよりは、そういうこと。なるほど。そういう送り方もできますよっていう。変化球だ、これは。多分ひなの推しの方はこれを使い出すと、ハートっていう名前で。変化球。いいね。なんかびっくりマークの癖が強いね。かわいい。かわいい。いや、これはすごい。楽しい。いいね。いい企画ですね。なんか全員とやってみたいね。わかる。やりたいね。なんかお手紙を書き合うみたいな気分で。うん。本当にいい企画だよ、これは。普段ね、あんまこういうこと、あんまってかしないですよね。そうですね。なかなか文字に表したりはしないので。とても嬉しい企画でした。昨日のさ、メンバーもやっとったのなんかちょっと見てんけど、はい、なんかあ、こんなこと思っててんなとか改めて分かって、すごいいい企画だなそれは。いや、本当にいい企画です。本当にいい企画です。ありがとうございます。考えたのがすごい天才。評価も気になりますね。、うんうん、そうですね。これきっと前回もやってたし今回もやったので、評価もやるので、それも大人気企画になる。次回も楽しみにしていてください、はいはい、お願いします。はい、皆さんこれね、参考になりましたかね。30文字って多分結構ね、うん、思いをギュッと凝縮させないとあれなんですけど、結構ね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、こんな感じで私たちのメッセージお願いします。お願いします。待ってます。はい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 、どうぞ。はい、さてはて、はい、続いては写真集の魅力が少しでも伝わるように撮影の裏側を振り返っていきたいと思います。写真集の裏側、裏側気になる。
今回は撮影に挑む上で自分なりに頑張ったポイントについて話していこうと思うんですが、みんなのみんなでメンバーの頑張りポイントを予想しながらトークしていこうと思います。なるほど、はい、なるほど、頑張りか、なるほど、頑張ってるところ、なるほど、写真集の撮影に向けて、うん、そうですね、頑張ったところ、頑張ったことを、じゃあこれも、どの順番でいく、どの順番で、これもスケッチブックに、はい、そうだね、自分のだよね、あの自分のを書いてみんなが予想してくれるってことだよね、ですかね、じゃあとりあえず全員書いちゃって、うん、順番に一人ずつ、自分のやつを、自分の頑張ったとか、自分のやつをここに書くの、頑張ったけど、正解が出たら、どうしようかな、頑張ったところか、頑張ったところ、自分、あ、わかった。待って。なんだろう。待って。あ、はいはいはい。待って。確かちょっと待って。ありきたりなことはみんな多分同じようなことは絶対頑張ってんじゃん。ね、そうですね。だからさ、難しいね。ちょっと違うなこれ。もう一回書きます。難しいな。あ、わかりました、わかりました、待って、全然わからない、わからん、みなさん予想してくださいね、難しいね、くださいね、くださいね、みんな何を頑張ったと思いますか、難しい、私よく書きました、私も書きました、これは私もです、いい感じです、難しいですね、でもなかなかにね、お寿司の握り方写真集で果たしてお寿司は出てきたのでしょうかね、待って、なんでやねん、なんでやねん、あ待って、こうやってさ、はい、望む上、あ、望む上でやる、途中やったらでもいいのかな、途中の話でもいいのかな、待って、同じことかな、うん、まあでも同じでもそれはそれで、あ、いいじゃん、これいいと思う、お、スイカ割り、ここのね、スイカ割りを頑張ったっていうね、なるほどね、果たしてスイカはどういう結末を迎えたのでしょうかね、声でかいよマイク聞いたかね、いやー、でもこの後何も聞こえなかったから大丈夫、多分何も聞こえてないから大丈夫、うん、何も聞こえてなかった、聞こえなかった、大丈夫、聞こえたのにか今、何も、でもね、大丈夫だよね、何も、何も、何も聞こえてないわ、わ、わ、待って、かけた、かけた、かけた、みんな、かけました、かけてない、あやちゃりプリンセスだけだよ、あとプリンセス置いていっちゃいますよ、置いていっちゃう、どうしよう、プリンセス頑張ったことですか、まあ、でもプリンセスなので待ちます、待ちます、あやプリプリンセス、プリンセス、プリンセス、カキカキタイムちょっと待って、本当にわからないでも本当に些細なことでも、うん、頑張ったことでしょう、頑張ったこと、はい、とか例えばさ、ここを褒めてもらいたいとか言うのでもいい、これ頑張ったな、あれ頑張ったなあれですね、考えすぎちゃうと分かんなくなってくるパターンも、待って待って、どうしよう、ねね、どうしたらいいかな、うん、なんだろう、それかもうこっちから行っちゃうよな、初めの、もうじゃあ当て置いてけぼりスタイルいきますかあんまりその間に今はね、カキ、うん、先にじゃあちょっと頑張るね、じゃあさっきはカキカキマル、カキカキマル、じゃあひなのから、うん、これは私、自分たちが予想するんですよね、私たちが予想するのか、ひなのが頑張ったことか、難しい何頑張ったか予想するんだよね、今、じゃあはい、うん、はい、自然な、はい、自然な笑顔、それも頑張ったのですが、うん、ですが、ですが、あ、違う、私は、なんだ、なんだろうね、写真集
写真集に向かう1週間前までは、うん、毎日夜9時に寝た。あーちょっとそれはやってなかった。やってなかった。ちょっと、はい、ありますか、なんかひなの何か予想つきます。ひなのがやってそうなこと、なんだろうな。はい、はい、と、はい、カメラを意識しすぎない。おお、それもちょっと意識したんですけど違います。あ、違う、そろそろ何だろうね。じゃあちょっと見てみようか。はい、いきます。はい、じゃんじゃん、じゃん、沖縄行くためのハッキング。いやー、まあ、そりゃそうだね。変化球来ました。分かる、変化球だね。そうなんです、初めて沖縄に行ったので、うん、やっぱりパッキングを頑張らないとなと思って、うん、確かに結構1週間前ぐらいから頑張りました。確かに、ね、頑張ったポイントかもしれない。そうね、4泊ってなかなかしないからね。そうです。え、全部自分でやったの、ね、お母さんとかちょっと手伝ってもらったんですけど、4泊5日が初めてだったので、うんうん、ちょっとめっちゃ本当に頑張ったので書きました。えらい、ね、えらい、えらい、素晴らしい。じゃあ次はおみくの予想しましょうか。はい、私の頑張ったポイントです。何かな、何でしょう。私がね、結構ね、気を使ってるかも。気を使ってる、うん、いつも気を使ってる。いつも気を使ってる。いつも気を使ってることを、あの写真集でも気を使いました。いつもか。はい、はい、あ、あ、わかりました。あ、いいよ、どうぞ。いや、じゃあ言っちゃいますね、うん、砂糖不使用のお菓子しか食べない、うん、お菓子を食べるときはちょっと気にし、確かにいつも食べてる。なんか結構さ、砂糖不使用のケーキの話とかしてくるんですよ、私に。今日もしてきて、さっき、これ美味しいからってネットで見せてきて。そう、違うか、好きなんだけど、うん、それじゃないちょっと書いたのは、ごめん。なんだ、うん、とパックを毎日した。あー、確かにパック。みくちゃん肌白い、なんか美白やから。あ、でもめちゃくちゃ欲しいです。おー、欲しい。ということは美容系なのでしょ。そんな感じです。あやちえりさん、わかりますか。あやちえりさん、あやちえりさん、まだ書いてないんだ。どうしよう。引き続きじゃあ考えていただいて、私はちょっとその間に、マナフィーさん、もしかしたら分かったかもしれない。あ、ほんとに。お、お、全然。あ、いいよいいよ、大丈夫だよ。え、あ、マナフィー、あ、全然。ね、あの焼けないようにめっちゃ日焼け止めを頑張った。正解です。すごい、すごい、すごい、嬉しい。日焼け対策を頑張りました。いいね、うん、でもそうね、確かに日差しが結構さ、はい、強い時とかも、はい、あったので、あ、まあ、めっちゃ土砂降りの時とかもあったんですけど、やっぱ沖縄ということでとにかく日差しが強いかなと思って、もう帽子と、うん、なんか腕につけるやつと、うん、ね、うん、もう顔用の日焼け止めと体用の日焼け止めと、とかサングラスととか全部もう一式もいっぱい持ってきました。素晴らしい。そう、でも結構メンバー全員これは、うん、まあね、みんな日焼け止めってやってやってたもんね、うん、はい、もう常にシャーってやってたから、うん、ちょっとこれは大事です。でも実際めっちゃ焼けたって人もそんないなかったんだよ、うん。あ、でもクミさんが私めっちゃ焼けたって言ってた。あ、言ってた。クミ焼けたですよね、なんか、うん、焼けた、クミは焼けたって思ってた。言ってはったよ。たでも今は戻ってますね、もうね、うん、そんな、うん、これでした、私は。イエイ。じゃあコノちゃんだね、はい、次はじゃあコノ、なんでしょうか。なんだ、コノちゃん、コノちゃん、コノちゃん、ちょっと待って、コノちゃんはね、コノちゃんなんだろうね。コノちゃんは、なんだろう、なんだ、コノちゃんなんなんだ、コノちゃんなんだ、コノちゃんはさ、コノちゃんなんなんだ、難しい、それじゃあヒント欲しいな、なんかちょっと、ヒント、ヒント、ヒント、うん、ヒントは、まあ、沖縄に行ってる途中というより行く前、うん、行く前、なるほどなるほど、前、前髪を切った、前髪を切った、切ったかもしれないです。絶妙な長さに撮影日に合わせるために。惜しくもないですね。惜しくもない。でもそれもやってました。わかった、うん。はい。納豆のパッキングみたいな。パッキング？納豆パッキング。納豆パッキング。あ、納豆は持って行ってなかったですね。私の沖縄で買いました。本当？そう、沖縄に行く機会があって、しかもあの
沖縄の納豆4段パック、4段セットになってて、コンビニに売ってますが、すごいお得感がありました、沖縄の納豆。そう、沖縄の納豆って全部そうなのか分かんないんですけど、でも私が見かけた納豆は4つ連なってて、すごい心がハッピーになりました。でもそれじゃない、それじゃない、納豆では、納豆関連ではない、ではないですね。なるほど、なんだろう、なんだろうね、なんでしょうか。はい、はい、行く前にテンション上げるために、うん、あの可愛いお洋服をいっぱい買った。あ、買ったっちゃ買ったけど、それも違いますね。何でしょう。じゃあ発表しますか。はい、すごい心苦しいんですけど、行きます。はい、行こう。あ、ひなのってしまいました。ひなひな、そう、ひなのを開けた瞬間に、あ、かぶっちゃったと思って。でもあるすごく大事です。やっぱ4泊5日となると準備するものがね、いっぱいあって、それがなんやかんや一番頑張ったかもしれない。メイも頑張った。あの、ちょっと事件なんやけど、なんかもう頑張りすぎて、なんかキャリーケースに詰め込みすぎて、行く寸前に壊れて、キャリーケース覚えてるね。そう、めっちゃもうパニックになった。メイメイ遅刻かと思ったらさ、詰め込みすぎた。いや、思いました。キャリー壊れたって言ってさ、結局どうしたんでしたっけ。マナフィーさんが貸してあげようと思って、マナフィーに借りて、うん、なんか持ってきてもらってんけど、なんか結局直って、チャックが、そうで無事行けた。びっくりした。まさに裏話って感じですね、これ。じゃあそんなメイメイさん、息でやるのがやばいね。はい、メイメイさんの当てる、いきまーす。あ、でもさ、すっかり私を変させようと思う。間違えました。なんでしょう、なんでしょう、なんだろう、なんだろう、なんだろうな、なんだろうな、頑張ったこと。メイちゃんは、メイチゴだから、イチゴの枕を持ってた。いやー、いちごの枕持ってるけど違います。やったー。なんだろう。あ、さっきミクの時になんか美容系のパックの話をしてたので、半身浴をした。あ、汗をいっぱい流した。半身浴めっちゃ好きやけど、ま、でも結構毎日してるかも、それは。おー、毎日してるんですね。毎日ぐらいしてるかも。でもそれでもやんちゃる豆知識、毎日。でもこれなんかその日までというより、その旅行とか中ですか。うん、その中かもしれない。旅行中、中。そう、あ、分かりました、分かりました。分かった。自分のカメラで写真をいっぱい撮った。正解。すごいこれね。すごいな。あの、私マイカメラを持っていて、みんなのことをいっぱい撮りました。撮ってましたね。撮ってました。そう、たまたまなんか久美もマイカメラ持ってきてて、それで2人で一緒に楽しんでました。すっぴんでも平気で撮ってたもんね。楽しくていっぱい撮っちゃった。雑な顔になっちゃった。じゃあ次は、あやちさんも考えました。あ、かけた。何かな。なんだ、なんだと思う。頑張ったことだよね、これ。綾瀬さんの、でも常に頑張ってる。綾瀬さんの頑張った、常に。何だ。でもすごい意識する、そういう日は。そういう日は、なんて言うんだろう、やっぱ撮影とか、はい、が近いと結構意識しちゃう。はい、はい、はい、マッサージをした。あー、まあ、ゴリゴリ。そうなんだけど、それのようなものなんだけど。そのようなもの、なんかね、そのようなものなのよ。そのようなもの。マッサージじゃないの。マッサージ、マッサージでもいいと思う？じゃあ。いいと思う。すごい近いの。顔近いですか？すごい近いのよ、もう。あ、そうなんだ。もう限りなく近いところまで来てる。言っていいじゃん、もう。はい、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 いきますよ。はい、小顔。なるほど。小顔ってマッサージじゃないの？え、マッサージや。顔コロコロ、正解。頑張るのは常に小顔でいうことを頑張った。あ、そう。だから近いじゃん。含めて、ね、例えば炭水化物を取らないとか。なるほど。全て含めて小顔。なるほどね。
もともと無言ごめんなさい、ね、分かりづらくてごめんなさい。いや全然です、十分小顔やんって来てます。お前それはそう、本当にもう十分や、もうこれ以上小さくなったらなくなる、見えへんくなるね、小顔見えなくなっちゃう、小さいのに。じゃあ最後はマナフィーさん、はい、何でしょう、しましょう。マナフィーはマナフィーさん、朝、うん、すっごい早く起きてメイクする、うん、でも早く寝坊はしなかったわ、めっちゃ早い時でも、うん、パンケーキの日とかもめっちゃ早かったけど、そうなんあれ 最高に早かったね。なんだろう、でも違います。ヒントありますか？ヒント、でもその行ってる途中全部、あ全部全部で全部全部で全部マナヒー、マナヒー食べ過ぎないようにする。あ、それも頑張ったけど違います。なんだろう。全部。うん、全部？全部の日。でもそういう感じ？いや、でもなんかもう普通に過ごしていく上でどういう感じで日々を過ごしたかっていう。はいはい。はい。常に笑顔。あ、でも結構正解。本当ですか？結構正解です。笑顔。どうなると笑顔に。あ、どうなると笑顔に、楽しむ、おお正解です。おお全力で楽しむです。素晴らしい、素晴らしいです。そうなんかさ、その写真集を発売しますって言われた最初とか行く前は結構不安なこと、普段と違う撮影とかもあるから不安なこととかも結構あってんけど、やっぱりそういうのってすごい写真に現れちゃうなって思ったから、ね、いつでもとりあえず、うん、不安なことでも何でも楽しんでやろうって思って、いや大事ですよ、これは素晴らしいって聞いてます。素晴らしい、楽しむことは大事やで、そんなマナフィーさんのフューチュー楽しみだな、見てね皆さん、こんなところに注目してね、はい、見てください、ね、見てください、ね、楽しみだ、嬉しい、楽しみだね。あ、私か、はい、はい、ということで、はい、撮影の時と間違えた出る振り返ってきましたが、はい、いかがでしたか。楽しかったです。楽しかった、結構さ、裏話も出たし、スーツケース、はい、裏話いろいろ話しましたね。壊れたけど治るっていうね、魔法のような出来事も、うんうんうん、皆さんも写真集が手元に届いたら今の話を思い出しながら見てもらえたら嬉しいです。えい、応援メッセージの参考にしてもらっても OK ですよ。よろしくお願いします。お願いします。さてはてここからはさてはて、さてはては書いてないんですけど、さてはてにハマりました。ふみさんと同じ。さてはてはてここからはもっと私たちメンバーのことやグループの絆をしてもらうためにミニゲームに挑戦しちゃおうと思います。やったー。ルールは簡単。はい。出題されるお題に対して全員で答えを合わせられるかどうかです。おー。視聴者の皆さんもぜひねコメント欄で参加してもらえると一緒に楽しめるかなと思いますので、はい、お願いします。お願いします。じゃあもう早速ね、はい、時間も迫ってきちゃってるので、うん、え、ペーバーもあっという間だ。本当だ、ほんまか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 。じゃあお題はくじ引きで、はい、くじ引き、あ、あと1時間ぐらいできるな、ね、え、くじ引き、誰来たよ、どういうこと、楽しい、はい、じゃあ私が引いちゃいますか、はい、はい、でけでーん、でけでーん、おなんだ、おなんだ、お願いします、日向坂46の妹キャラといえば、あ、これはもう1人しかいないよ。あ、でもわかりますよ、1人しかいないから、あ、でも私の答え合わせゲームなんで、みんなのは自分だけじゃなくて予想してください。なるほど、なるほど、え、なになになに、なに、ウェブババ何語それ、ちょっと字書けないです、ごめんごめん、あ、間違えた間違えた間違えた、よし書けました、合わせるんだよ、みんなで答え、答え合わせゲームですからね、誰成功、はい、だからみんなが大丈夫です、すごく、妹キャラ、妹キャラ、みんなで合わせるんだ、みんなで合わせる妹キャラでしょ、これはこれは結構合うんじゃないかなと思うんですけど、かなって思うけどね、
カンニングしてますね。見ないでー、完全に完全にそうだって言ってましたね。まあ本当に思った方で、じゃあもう二人思い浮かべてたってことだよ絶対。まあでも私も二人思い浮かびました。まあそれはそうだね、確かに。じゃあそろそろいけますか。カキカキ、まあ確かに。おお、コメントでも2つに分かれてますね。オーマイガー。じゃあ早速発表しちゃいますか。はい、はい、せーの、でーだーい。お、誰だ、私は、見えない、ひなのです。え、ひなの、ひなの、川田さん、ひなの、ひなの、ひなの、川田さん、ひなの、そっか、待って、でもさ、ひなのがひなのって書くはずなかったかもしれない。そうや、そうや、確かに確かに、そっか、そうやん、全然合わなかった。もちまる子書いてみたんだ。え、見て、まだもちまる子書いたよ。でもなんか違う、目が、あれもちまる子なの、これ。楽しい、これね、もうちょっと、もう一個やろう、ね、もう一個やりたい、もう一個や、もう一個ちょっと、これ引いていいの、合わせたい、合わせたい、合わせたい、次こそ合わせよう、かぶりたい人いる、いいよ、めっちゃ見て、いいよ、お願いしますよ、はい、日向坂のムードメーカーといえば、あー、でも難しいな、難しいね、2人出てくる絶対、うん、絶妙な質問ばっかりなんだ、どうしよう、これは合わせさせようとしてませんね、本当に、どうしよう、OK です、はい、もう、あ、もう、はい、思い浮かんできました。これはもうね、パッて来たよね、パッて、パッ、パッ、この人だ、パッ、パッです、どうしよう、パッです。皆さんいかがでしょうか。書けました、はい、うんうん、あ、でも待って、あ、そっか、あ、待って、今ちょっとコメントなんで私も今見えてしまったんだけど、そっちか、何、え、ちょっと、あ、分かんないですね。なんかね、私もこの人って思ったけど、はい、まあでも直感で、確かに、よいしょ、いけましたか、皆さん、いけました。じゃあ発表しますよ、はい、せーの、じゃん、お、クミさん、キャプテン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 、すごい、すごくない、すごくない、嬉しい、しかもコメント欄も結構ね、皆さんと、はい、すごく成功しましたね、やっぱキャプテンだよね、皆さん褒めてください、やったー、やったー、直感的になんか来たよね、やっぱりそうですね、やっぱクミさんって思う、キャプテン、クミちゃん、いや、やっぱね、クミさんは本当にムードメーカーですね、確かにね、オーマイガー、1年までしか無理だから、もうここだよ、ひなのが8時までなんだ、そうなんです、ショック、ね、ショッキング、本当にあっという間でした ね、 あっという間、ね、本当にあっという間すぎる、まあでもね、ちょうど揃っていい締めだったということで、確かにすごい、ね、締めにはすごく良かった、はい、うん、ということでこの配信もそろそろおしまいとなってしまいました。皆さんいかがでしたか。楽しかったです、楽しかった、楽しかった、ね、まもなく今回のお日様を作ろう企画終了となります。ということは8時までということなので、うん、皆さんお急ぎください。あと何分、あと、あとちょっと2分ぐらい、ちょっとぐらい、早く応援メッセージ企画には参加いただけましたか。あ、もう今もう飛んでますね、飛行機が、 ありがとうございます。ぜひ一緒に写真集を作っていただけると嬉しいです。バイバイ、お願いします。あ、そっか、ひなのが、バイバイ、消えちゃった、お前が、バイバイだ、心では繋がってるから今、うんうん、皆さん、バイバイ、ひなのも心で配信しといて、うん、よし、若いね、そしてですね、写真集の公式ツイッターの方もあるので、それに、うん、それをフォローしていただけると嬉しいです。随時、あの、いろんなね、オフショットだったりとか、ね、早速さ、もう結構出てるのよ、写真、うんうんうん、そうですよね、うん、そうなんだ、そうなんだ、そう、うん、ということなので、本当に皆さんフォローしてください、うん、はい、お願いします、お願いします。
ではそろそろひなもももう行っちゃって時間となってしまいました、はい、あ、期間なんとですね期間中の個人配信でもショップルームから、うん、あの参加可能ということなので、だからメンバーが個人配信をした時にもできるかもしれないので、まあね、まあ多分今のうちがチャンスなんですけど、すごい、はい、そこでもチャンスがあるかもしれないというちょっとしたラッキー情報でした。はい、で次回の配信は7月8日となります、はい、お日様を作る企画参加のラストチャンス、もしかしたらラストチャンスになると思うので、まだメッセージ考え中とかという方はお見逃しなくお願いしますすいません。では最後に一人ずつ皆さんへメッセージをもらいたいかなと思います。はい、はい、順番にじゃあお願いします。マナフィーさんからと、この写真集はすごく青春感だったりメンバーの素の笑顔だったりたくさん含まれているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。イエーイ、イエーイ、はい、はい、私たちの普段見られない姿や青春感がすごく詰まった写真集になっていると思うので、皆さんぜひ見てください。楽しみにしててください。どうしよう、日向坂46の初めての写真集なので絶対見てほしいです。えい、沖縄大好き、大好き、よろしくお願いします。はい、じゃあ、あ、私か、うん、はい、そうですね、この写真集は本当に私たちの思い出にも残るものになったので、うん、もう早く見たくてうずうずしてるんですけど、8月28日しっかり書いておいてください。よろしくお願いします。へい、はい、ひなのものも聞きたかったんですけど、ね、そこはまあブログなどで書いていただいてそれを待とうと思います。ですね、そうですね、日向坂46になってから初の写真集ということで、その日向坂46の写真集の初がグループ全員で撮っていただけたっていうことがすごい嬉しくて、うんうん、もう完成もですねとても楽しみで、ね、あと今回はスタッフさん考えてくださって、ね、お日様の皆さんもメッセージにね参加していただいて、みんなで作り上げる作品となっていますので、ぜひ企画、この企画にも参加していただいて写真集もチェックしていただけたら嬉しいです、うん、はい、それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、日向坂46でした。